乗ってるのはシビックハッチバック6速マニュアルです。いやースポーツしてるね、私ねこういった、ホンダの車をよく試乗しております。興味のある方はね、ぜひともチャンネル登録してくださいね。シビックタイプ R とかもね乗った動画ありますので、ぜひともチャンネル登録して、見てくださいね。はい、というわけでやってまいりました。今日はですねこちらシビックの、ハッチバック、6速マニュアルです。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんに車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダシビックハッチバック、6速マニュアルということで、こちらはね、マイナーチェンジ後の、モデルになりますね。いや今日はね改めもう一回乗ってみたいなと思いまして、ちなみにね、こちら車両本体価格は298万6千円にディーラーオプションがね20万ついたもので319万円になります。 1.5 リッターターボになりますね。はい、ではお邪魔しますと。シビック車高が低い。さっきに私フィットハイブリッド乗ってました。それから比べるとね、なんか乗り込んだ瞬間すごい、スポーツカーに乗ってるなという感じがしますね。やっぱねローワイドボディなんで幅が、乗った感じ車幅が広いなという感じがしました。ちょっとエンジンかけさせてもらいます。でこのシビック、6速マニュアルなんですよね。お、カックンカックン入るわ。これ結構ねショートストロークなんですよね。肘置きがちょっと低いんですよね。低いんですけどこれほらスライドできるのでちょうどね肘が置けてちょうどねここほら手が届くんですよ。これでこのショートストロークなんですけどこの指ほらこれ指先でねほらこうカックンカックンとねなんかすごいすっこすこ入るんよ。でマニュアルなんですけどなんとこのブレーキホールドがついてます。ブレーキ踏まなくても信号待ちの時ねこれ外してもいけるやつなんですよ。すごい楽。ちょっと後部座席も乗ってみましょう。いやシビックハッチバックねやっぱ頭上がね結構広いんですよね。意外とこのスポーツカーなんですけどちゃんと5人これ乗れますんでね。シビックタイプ R はねなんと4人乗りなんですがこれほらこうやって肘置き直すとねちゃんとヘッドレスト3つあるでしょ。5人乗れるんですよ。いやいいですよね。いや家族構成ね考えながら乗れますよね。いやいいよね。ではね、試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ホンダシビックハッチバック、いやー6速マニュアルですよ。今ねもういきなり渋滞ですけどねそうなんですよ。この辺ねホンダカーズ、大阪東花園店さんのね、この辺り結構渋滞しちゃうんでねあれなんですけど、
いやー今久々に乗るとやっぱ楽しいですね、マニュアル。シビックハッチバックはあのシビックタイプ R ありますよね、あのフラッグシップ、あの車に対して、まあ、そのものすごいあのスポーツカーっていうわけではないんですよね。ただねこれ十分ね今あの乗ってね30秒もうスポーツしてるなという感じはするんですよ。やっぱこのマニュアルと、まあ、オートマでも十分それ発揮すると思うんですが、十分スポーティーです。おほう楽しいよ。やっぱねこれ2速ぐらいからこう結構引っ張って乗れるんですよね。あのタイプ R とかね結構パワーがすごすぎてね、あの全然引っ張れないんですよね、こういう下道ではね。でこのシビック、ハッチバックね、あの実はイギリスの、スインドン工場で作っております。今ねあのコロナ禍で結構工場がね止まっちゃったりとかね、いろいろね不具合が出てるんですが、いつね次このシビック、販売されるかというか、まあ、入荷されるかわからないんですよね。このホンダカーズ大阪東花園店さんはね結構こういうシビックハッチバックとかあのタイプ R ねあのよく入荷するんですよね。もう、すぐいつでも納車できますよっていうのが今1台あります。なのでもしこのシビックハッチバック欲しいという方は遠方の方でもね一回ちょっとこちらのお店に問い合わせてみてください。すぐ買えますんでね。ただちょっと私のこれ動画出した後売れちゃうかもしれないんで、まあそんな感じでこの買えない車なんですよ今欲しくてもね。そのうちね流通は安定してくるかなと思うんですけど、それでもねちょっとなかなか入手困難な車になるんですよね。納車がねもう下手したら半年とか1年とかね先になったら結構泣いちゃいますよねなかなかやっぱ買ってすぐ乗りたいですよね車ってね。ちょっとね前が空いたんで、40キロまで飛ばしてみようと思います。おーすごいすごい。今ちょっとフロントのこれフロント駆動なんでちょっとタイヤがね今こうグクッとね、ちょっとスリップしましたね。あ十分なパワー、いやこれ遊べるな。ひょっとしたらこれタイプ R より遊べるかもしれんよ、ある意味。こう結構ベタ踏みできるシーンもねありますね。U ターンしますので、今みたいな縁石のところそういうところもねいいです、十分ね乗りやすいです。やっぱねスポーツカーなんですけどこういったね街乗りそれもねやっぱ重視した方がいいと思いますね。実際ね乗りにくすぎるとやっぱ今日は運転やめようかなとか思っちゃいますもんね。なんか原付とかあったらもう原付乗っちゃうよみたいな感じで車に乗るタイミングがなくなるというか、せっかくね買った車なんですからねやっぱエンジン回したいですよね。でこちらの車ねホンダカーズ大阪東花園店さんで試乗の方ができます。6速マニュアルって結構少ないんで置いてるお店、ぜひね試乗に来てくださいやっぱこのマニュアルはね乗って楽しいんでやっぱ試乗の間でもかなり楽しめるんじゃないかなと思いますね。必ずねウェブの方で予約の方をしてくださいね。そうしないと結構かぶってねその日いや残念ながら来たけど乗れないっていうこともありますので、その辺だけ皆さん注意してくださいね。詳しくは下の概要欄に貼ってますので、見てくださいね。結構この今普通に運転してるけどこのインジケーターがねグリーンになりますね。これ知らず知らずエコ運転してるのかな。カーブが楽しい。おお、切れる切れる、ハンドル切れる、すごい。こう揺さぶってもね、やっぱこれローワイドボディって結構こう安定してるんやな。こうすごいやっぱどっしりした走りするなと思います。結構意のままにこうハンドルググググっといく。すごいすごい楽しい。
はい、というわけで、私こんな感じで試乗動画、よく出しております。こちらの車ね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで、ね、販売してますので、試乗もできますので、皆さん、詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。そして、タケ TV 100と、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけでホンダシビックハッチバック6速マニュアルでした。じゃあね、バーイ。